はい、どうも皆さん、おはようございます。えー、早速、あの、速報なんですが、えー、島村城さんから、ぶ、えー、さん、こんばんは。英国のエリ,エリザベス女王殿下が、ほう助でいいんでしょうか、亡くなられたということですかね。ですよね。うん。えー、っと、96歳です。連合王国は悲しみに包まれています。礼節を重んじ、日本の皇室に、えー、対しても、 優しいあの方で優しくウィットに富んだ素敵な女性でした。えー、安倍さんの国葬儀の後はエリザベス女王の国葬とは一つの時代の終わりを感じますということですね。うん、とても素晴らしい人生を歩まれた方だと友達もさっきおっしゃってました。うん、アンパンタンさん、えー、もはや速報ではありませんが。 エリザベス女王がご逝去されました。去年96歳。うん、一大時代の主演です、えー。今後はチャールズ皇太子が大いにつく、えー。皇太子がもう73歳だという事実だけで、えー、情報がどれ,だどれほどの存在であったか、よく理解できると思います。サ、うんえー、ラカデさん、おはようございます、えー。今朝は曇っています。予想最高気温は25度です。 まず緊急速報になりますが、イギリスのエリザベス女王が8日現地時間に亡くなりました。96歳でした。チャールズ皇太子が新,王新国王に即位されることになります。完成間近の衣装をバックに住食の支度をしながらの配信お疲れ様です。今夜はスパゲッティですが、私も大好きです。 近年、ジュニア選手が大人びてきている傾向になるという感想、私も感じていたことですね、うん。早くからシニアを見据えているから、こうなっているのかもしれませんが、その時の年代も堪能しつつ、ステップアップしてくれると理想的なかなと思います。うん、あの中井選手は相トリズムで、年相応な感じがありましたが、他の選手は、あのジュニア選手権を見てるっていう感覚があんまなかったですね。 うんまあ、それだけ大人びっている感じがね、すごくしてましたけど、うんまあ、あれからすべ、まあ、てはちょっと女子、結局男子まで全部見ることはできなかったんですけど、あのー、女子を見てきて、でもいくつかですね、うん、何人かあの心に残った選手がいますので、うんまあ、そこら辺もちょっとコメント見ながら、僕の感想も載せていきたいと思うんですけども。うん えー、ルコ・ピアクラさんどうもありがとうございます。カブさんこんばんは。今、ジュリアグランプリを見てきましたよ。中井亜美ちゃん、とっても良かったですね。うん。素晴らしかった。あの、本当に良かったですね。うん、まあ。さっきお話しした通りで、あの感想はそうなるんですが、えジュリアの選手らしく、ハツラスとしていて、とても好きになりました。あの、まさにですね、えっと、ここが僕のポイントですね。 あのジュニアの選手らしくっていうところがとても印象的で多分今回出場した中でもこれまでの総合した中でもかなりジュニアらしい選手かなというのがあった、うん、とても僕も好きになりましたねしかも伸びしろがいっぱいありそうで楽しかったですそしてシンチャー選手はすごいですねロシアの選手の研究をしているんでしょうか、うん、彼女はねロシア選手もそうですけど あの柔らかさがありますね、なんかソフトな感じ、うん、なんかまたちょっと違った雰囲気というか、うん、YouTube をいろいろ見ていると、早速、シンジ選手と島田も音ちゃんの比較動画が上がっていました。うん、なるほどどフリーースケーティングではうういう ジャンプ構成してくるのかはちょっとエキサイトしてきそうとドキドキしていますが、2人とも強くて美しく頼もしく成長していってほしいです。でも日本の島田真央ちゃんだけでなく、ワンサカありますから、本当に今後楽しみすぎですね。うん。仲井アメちゃんもフリーも頑張ってほしいですね。うんえ。得点は63点ですよねで。64点に、さっきも韓国って言っちゃったんですが、アメリカ,アメリカの。 えっとね、ちょっと眠ったんですけど、なんとかリーっていう選手ですね。うん、えっとね、さっき見てきたんですけど、ノクターンを演じてたんですよね。彼女もとても素敵で、えー、ソホリーっていう選手ですね。64点出ましたね。うん、で彼女はあのノクターンを滑ってて、あの笑顔がとても素敵な選手でした。まあ、最後も非常に良くて、うん、素敵だったなという,うに感じるんですけど、うん ジゲムさんどうもです。かぶくん、こちらは深夜です。まあ、今、朝を多分迎えていますよね。うん、夜更かし連続は辛い、けど止められない、やめられないっていうね、これはかっぱえびせんですかね、はいえー。ジュニアグランプリシリーズがこんなに面白いなんて、うん、そうなんですよ。僕ね、実はまだジュニア女子の、えー、まだね、まあ、最後の方、まだ見れてなくて、うん、まだ最終グループ入る手前までしかまだ見てないんですよね。 うん、なんでまだ全部見てませんけど、まだ男子もまだ見てなくて、ちょっとライブ配信が、で音声がおかしくて、シンチャー選手は気がつかない、気がついたら終わっていました。え会場音が聞こえなかった。うん、僕もですね、た、まあ、多分ね、著作権の問題かもしれませんね。うん、中井亜美ちゃんの時は回復して音楽が聞こえて安心。ですよね。うん。ガがリズムでした。かわいいし、よきよき。フリーも頑張れ。うん。 で、リオくんは、13歳でトリプルアクセルとな、ドキュモを抜いてくださる。けれど、スピンでオッとと、オットと、よくぞ転倒せずに、えー、耐えたはあのスピンを決めていたら、70点超えていたね。うん。で、端子は僕ね、まだ見てないんですよ。なので、ちょこちょこ。 あの今日はちょっと見ることができないんですけどちょこちょこ見ていきたいと思ってます。で、つどいくんは私も初めての選手です。こんな子供がいるんだって力強いスケートをする選手ですね。ということで、ちょっとね、あのかなり遅れてるんですけど、男子は、あの、明日以降ちょっと見ていこうかなと思ってて、明日フリがあるんですよね、多分ね。うん、ちょっと追いつか分かんないなっていう感じですね。はい。 アンパンタンさんどうもありがとうございます。ジュニアグランプリシリーズ第3戦ラトビア大会のショートプログラム。まずは日本の MF アカデミーの3選手について、女子中井亜美選手、アイガットリズムでノーミスオールグリーン、うん、63.87ポイントで3位発進。見事なジュニアグランプリデビューとなりました。PCS は3項目すべて7点台に載っていましたね。 うん。とにかく楽しそうに滑る姿が印象的でした。いや、本当ですね。最初のダブルアクセルのとこ始まる前も笑顔でしたね。うん。あと、さっきのプランタンハイの時から少し背が伸びた印象、気のせいかなと、目標に掲げる表彰台へ確実に狙える位置につけることができました。フリースケーティングではトリプルアクセルがね、待ってるということなんで、楽しみですね。うん。今回のダブルアクセルのウォーレイというステップで難しいステップからですね、 直ちにダブルアクセル入ってましたので、工夫がありましたよね。そして、男子の永田梨央君は、選手はビリーパーで68.91で3位。で、ジャンプはあの3本クリーンで揃えましたが、 コンビネーションスピンの足換えが乱れてしまい、0点となるもったいないミスがあったということですね。そんな伸びしろを残しつつも、今年のですね、国,あ国内での今季の初戦よりも、結果も内容も格段に前進があり、世界デビュー戦としては上々だと思います。で、トリプルアクセルは国内大会で初めて初成功です。彼は9月7日が14歳の誕生日、自分の演技で祝いましたね。かっこよかったです。 うん、イギリスの件で少し心配していましたが、ショートプログラムを見た限り影響はなさそう。ただ、一つ気になった点は、エキスクラに父のマサトコーチではなく、中庭コーチが座っていたこと、引率コーチは1人だけと決まっているんでしたっけということですね。いや、そんなことはないんじゃないかなと思います。というのも、あの他の選手見てると、結構複数、 いいたた人もいたのであでも日本もそうなのかなうん、ちょっと分かんないですね。あのー、このリガっていうとこで行われてて、ええっとねえ、えっとね、ラトニアですよね、確かね。うん、多分。で、えっと、ラトニアの選手がホームリンクヤだったと思うんですが、女の子で、えっと、その子の名、名前がね、えっと、ちょっと忘れて、ニコラ・フォンチェコバっていう選手で、その選手があの、 えー、ホームリンクでやってて、まあ、3人くらい先生がいましたけどね。うん、ただ、ホームリンクだから,だか,らかな、うん。ちょっとわかんないですね。で、首藤つどい選手はペーティーあ、ペーティーで69.64で、わずかに中田選手を上回り2位ということみたいですね。おお、すごいですね。僕まだちょっと見てなくて、滑り出した瞬間から、おっと思わせる雰囲気を持った選手ですよね。演技、踊りが上手い。スケーティングが柔らかい。 今日はひときわそれを感じました。冒頭のトリプルアクセルを決めるもトリプルルッツで SO し、プラス1回転トーループとなるミスということですね。なるほど。GOE はマイナス5の評価でした。それでも最後のトリプルループはこらえてうまくまとめられました。PCS のスケーティングステールは7.61で全体で1位。納得の高評価です。なるほど。ちょっとそこら辺も感じながら見ていきたいと思いますね。 で、中田選手は原産サバンカップ、ストー選手はアクアカップ、千葉の大会と夏の国内戦でジャンプのミスが相次いでいて仕上がりを不安視していたんですが、ジュニアグランプリシリーズでデビューにしっかり合わせて来られたのが良かったです。男子は2位から6位まで5点差以内にひしめく大激戦。意識するとは思いますが、2人は演技がとても魅力的なんで順位はあまり気にせずにフリースケーティングも伸び伸びやってほしいです。 というートなんで、ちょっと早く見たいですね。うん、いやー、ちょっとね、今日は全て見れなくて残念なんですけど、いや、結構男子も面白そうですね。うんえー、そして、アンパンタンさん、えー、シンジア選手の演技はこちらから、あの、おとわりで見られますよ。公式です。ありがとうございます。見てきました。あの、びっくりしました。ザ・ギビングでしたね。うん。 びっくりですジュリアンの女子は特に日韓の層が厚くて、えー、他,国の中他国はですねなかなか上位に顔を出,出ませんねってうね。今回アメリカの選手が、えー、と2位に入ってますけどこの選手もなんとかリーっていうんでアメリカではあるけどかあのアジア系ですよね。うんえー、シンジア選手のプロトコル表を見ていきたいと思います。えー、とこんな感じになってますね。 うん、どうでしょうか。まあ、全てスピン、ステップは全てレベル4を獲得してます。でもう全て2以上ですね。1が1個もない感じです。1以下がね、うん。5も1つもないけど、2と3と4で3が主体という感じですかね。うん、すごい GO e ですね。はい。うん でプログラムコンポーネンツはこういう感じで、えー、フィンランドが5位をしています6点台2つつけてますねただ他のジャッジは全部7点台をつけていますねうん30.06ですねはいシンジャー選手ザ・リビングそしてこちらがソフォリーっていうねアメリカの選手なんですが彼女はノクターンっていうプログラムやってましたうんもう滑り出しからねもう彼女はもう笑顔が あってあこれはいい演技するだろうなと思ってましたけどしましたねはいでこれを見てみるとそうですねまあこんな感じでスピンステップシークエンスとレイバックスピンがレベル2になってますねはいまあ点を少し取り残してしまったかなっていうところはありますまあそれからちょっと1があったりとか0があったりあるので、えー、まあでも総合的に見たら結構いい,いいんじゃないかなっていう感じはしてますね でプログラムコンポーネントも全部7点台を獲得してますね。はい、28.37ポイント。そして、え日本の、えー、中井亜美選手の得点見ていきたいと思います。で彼女は、うん、まあ、こういう感じになってますけど、トリプルルース、トリプルトーループもしっかり回転足りてて、特にマークはついてないですね。 トリプルループの加点も結構大きいものがもらえてるかなっていう感じがしますね、うん。スピンが1つレベル3になってます。これは多分最後のバリエーションがちょっと回転足りなかったのと、あとステップシークエンスはレベル2になってますね。うんはい、ただまあ全体的には明るくて良かったかなと思いますが、得点はこういう感じ。そしてプログラムコンポーネンツはこういう感じで、7点台、全て7点台獲得してますね。 うん、エストリアのジャッジは厳しいですね。25点ということで、えー、っと、まあ、他のジャッジに比べると、割かし低くなってるかなっていう感じはありますけども、まあ、そこまで、その、シマタウ選手で5点台ってありましたからね。うん。だから、あの、まあ、許容範囲なのかっていう感じはしますけど、ノルウェーのジャッジは8点台を出してますしね、人によって分かれてくるのかなっていう感じがあります。28.31ポイントでした。 はい。でこれはジュニアグランプリのお話でしたね。はい。ちょっと気になった選手とかもお話ししていきたいと思います。はい。えー、っとね、このキミリ・デポンドっていうスイスの選手は本当に良かった。うん。まあ、さっきも話したんですけど、もとても良かったですね。はい。心、えー、に残ったカロリーナ・コストナーみたいな滑りでですね、もう、この大会で一番印象に残ったと言っても過言ではありませんけど、ちょっと曲調がね、 うんちょっとむあの難しめのオトナチックな感じだった部分はあったんですけどね。はい、あとはですね、印象に残った選手は、この、えー、ラトニアの選手ですね、ニコラフォマンチコバっていう選手がいるんです。この選手、非常に印象に残りましたね、うん。とてもかっこよかったです。あのー、多分 あの本当にもう一回見たくなるような、とてもステップの最後の方もかっこよかったし、うん、振りステがもうすべてかっこよかったです。で、彼女はホームリンクなのかな確か。多分間違ってるかなオーストリアだったっけな僕ちょっと勘違いしてますね。何あのオーストリアとラトリアと。うん。で、えっと、このニコラ・フォーマンチェンコバっていう選手、本当に良くて、もうかっこよかったですね。うん。黒い衣装で決めてましたね。 ハキハキとしてて、動きも非常に良かったんじゃないかなと思います。あと、ベルギーのジャドフォービン、さっきお話しした通おり、えーね、彼女もあの印象残りましたね。はい。あとは、そうですね、この、そうだな、うん、こんな感じ。あ、ウクライナのね、アナスタシア・フォンチェコバっていう選手。この選手も結構印象残りましたけど、この選手とニコラ・ ホンチェコバって同じ名前っすねあれちょっと待って。兄弟まさかの。ほら、8位の選手と20位の選手、名前が同じ。あらこれは何偶然これは。ホンチェコバ。偶然なのかなこれはロシアから引っ越してきたっていうことですかね。言われてみると、滑りのスタイルが似てる気がしましたね。うん。 あの彼女もウクライナの選手なんですけど、まあ、結構かっこいい感じの滑りしてましたよ結構言われてみれば似てる感じがするんですけどねちょっとなんかそんな感じでうんアナスタシャ・コンガっていう選手もちょっと印象残ったかもしれませんね次の周りの選手のはい、えー、あとはそうですね、まあ、こんな感じかなといったところですねはいそんな感じです はい、えー、それではですね、えー、ジュニアグランプリシリーズの、えー、最新章あのー、お話、これで終わりにしていきます。僕、は全部見切ってないんで、うん明日はちょっと遊びに行っちゃうので、あのー、動画見れない可能性もあるんですけど、あのー、見れたらですね、えー、ちょこちょこお話ししていきたいと思ってます。